まったかな。お、来た？こんばんは。こんばんはじゃない。こんばんはじゃないわ。おはようございます。ごきげんよう。こんにちは。はじめました。握手会3、4部ありがとうございました。聞こえるかな？待ってた、ありがとうございます。今日は握手会です。握手会会場なおです。今日は、じゃんけん大会の抽選があるので、ニコ生がやってるので賑やかです。じゃんけんのね、ここたるんで3人でくじ引き行ってきたんですけど、まさかのさやかさんとかのユニットと、ね、対決になっちゃってびっくりしてます。今さやかさんとゆいはんさんと、下克上ね、反対ねですね、さくらさんの3人ですね。やばい、簡単ね。はい、ここたるんです。頑張ります。でもね、私がじゃんけんするんじゃないんですけど、負けちゃってもね、もう一回対決して、そこで勝ったら本戦に行けるんで頑張ります。いやー、負けること前提、負けてもでもあるんで、次違う人と、だから大丈夫。優勝してね、頑張ります。でも明日対決なんですけど、じゃんけんをね、さっき3人でして、ここたるんで3人でじゃんけんして、勝ったメンバーがじゃんけんしようっていうことにたんですよ。そしたら私一発で負けちゃって2人パー出して、私グー出して負けて、でその後ハルルンが勝ってその後ハルルンが勝ったので、明日はハルルンがその反対ねの誰かとじゃんけんします。頑張れハルルン。あ、先にこの見てた、ありがとうございます。ね、ハルルン頑張れ。私弱いんですよ。よくね、私でも行ったんですよ、本戦まで。前よく行きましたよね。びっくりじゃない？いやでもハルルンは意外と強いかもしれないですよ。でさっきも一回じゃんけんしたんですよ、3人で。そしたらカホタルが勝って、多分カホタルが2回目やってくれると思う。私はもう今回はもう出番なしです。本戦に行けたらいいな。明日の何時頃わからないですけど、明日ですね、私の出番はないわ。そう、とりあえず本戦。3回目は私かな。何飲んでるの？カルピス。体にピース。カルピス。光ってる？これぐらいのがいいかな？愛用中です。あかりんさんの。こうやってつけるんです。あ、明日ですね、勝てますように。ほんまに本戦行きたいんです。画質綺麗、多分今日は Wi-Fi つなげてないからやと思います。今回 NMB と NMB がぶつかるところ毎回じゃないですか、それ。
毎回な気がする。でも前は渚さんとやる前に負けちゃってそうなってました一人でそう、あかりんさんのライトです。これ愛用中です。浜ちゃんのところ行ってきたって。でも乗さんだから大丈夫かな。綺麗に映るでしょ。私も幕張行きたい。ぜひ待ってますよ幕張。今日は幕張で幕張メッセにて握手会です。3日間です。今日と明日と明後日。明日はじゃんけん大会のね予選もあるので頑張ります。まあ、私の出番はないんですけど、ここたるん生きるように願っててください。お、明日握手会行く、待ってます。やった。花が普段より白い、明かりライト万歳。そう、でも毎回ショールームでやってる時はつけてます。一応多分近いからかも、遠いとあんまり。9月9日行く、待ってます。9月9日はキュンちゃんの誕生日ですね。あと私のパパの誕生日でもあります。今日はミニオンズの映画放送ある。またあるんや、すごい。ハッピーバースデー。まだやけどな。何時までやるの？16時やから今17時までやります。17時になったら教えてください。さやかさんのデコルテ見てない。今日会ってないです。今日は山の日。なんでやろ、なんで、いや、なんで山の日なんやろ。8月12、ヤッホーじゃない、なんでやろ。あ、はじめまして、マリナがショールーム選抜でお世話になっています。ガタネーや、ガタネー好きです。こちらこそありがとうございます。ファンの方、今日もハルルのファンの方が私のレーンに来てくださって、なんかよろしくって言ってくれててすごいなと思いました。24の握手会行く、待ってます。山好きの国会議員が集まって決めた。あ、そうなんや、ほんま。ちゃんの写真めっちゃ買った、ありがとう、嬉しい。今日も握手会で私の水着の生写真を見せてきてくれる女の女性のファンの方がいましたありがとうございます。海の日があるから山の日も作ったんだよ。知らんけど知らんのかい。鉄砲隊の日、山へ行こうですね。山へ行こう。昨日はハートの日。あ、そう、ハートの日でしたね。ハトの日って言ってましたね後輩が明日明後日握手会行っているわ。お、待ってます。後輩さん8月26の握手会行くよ、来てください、待ってます。あ、みはちゃんに会ってないです。どこにいんだろう。 NGT 会ってないや、新潟。おーちゃんの日を作ろう。作らなくていい、うん今日
今日はケータリングどんなものがあった？今日はケータリングなんかいっぱいあったんですけど、かき氷とカレーと、なんのカレーと焼肉とサラダと、あ、これ、あ、見てください。何やり？モモ？あ、どんまい。あ、リカティは選べられんかった。ジョーさんとリカティがいます。いつも以上に手を挙げてくれたら話してますよ。それじゃあ、これ終わったら何人もの本からリフできます。なんか違和感、二人が喋ってる。合わへん、なんか。え、お前同い年なんや。同い年。私の方が1ヶ月誕生日先なんで。お、やば、年上。27ですよ。怖い、アピールがすごい。あ、最初に似てるって言われましたよね。似てない。すいません。似てない。流行りに乗ってるな。いつもこれ食べてますよね。怖い。もうなんかリカティがジョーさんのこと好きすぎて怖いんですよ。ファンの皆さん知ってると思うけど。似てないって。本当に申し訳なさすぎて。心さんみたいに、これ可愛くないと思って。いや見てほしい写真があるんでしょ。どうせジョーさんとのあれやろ。え、これ誰？リカティ？よかったな。それも私は忘れませんよ。今日のことを思って次の公演が上がります。ジョーさんからの、こんなんでしたっけ。なんかもっと喋れへん気やと思ってたんですけど、ジョーさん、ね、いつの間に。ジョーさんから隠してた。ジョーさんから乗ってきてくれたんですよ。よかったな。あ、昔のさやね、追いかけてたジョーさんみたいやって。あ、それもリップできました。うん、同じ人ちゃう。笑って。こういうことじゃダメですよ。よしこ。すごい。なんかジョーさんに喋りかけるのはなんか珍しいです。ね。え、もう違う人来ます。はい、喋ります。え、ご機嫌の中でジョーさんめっちゃ人気ですからね。怖い、そう、ガチ怖いやん、やばい、ガチって、怖いです。グッジョブ。清水うっせ。それ藤井さんじゃないですか。ごめんやけど、ナンバーよ、私とジョーさんペアやから。お前ました。コンサートの時ペア、近くで一人で私踊ってるんですよ。あのコンサートの時ですよね。思いましたよ。リハとかでやると思って、プレー見せたいわと思って、思いましたよ。なんか、あ、心さんとジョーさんと思って、で、おーやってる。だけど、あれ真面目なところから、うん、いい匂いする。シュンシュンシュン、これです。いつも食べてますよ。怖い怖い、知ってるの怖い。だってずっと見てますよ。何、ほんまに。前もショールームで探してたんですからね。怖い。それベニー光入るの？あ、入ります。これテキシーって言われてるんです。清水テキシーって。あ、全然です。私がジヒの席に来ちゃったから。これすごい。これなんですか？持ってきてるんですか？
といてくれる、ジョーさんの。ちょっと待って、これ持ってきてるんですか。かわいい、ギャップ萌え。意外すぎる。え、持ってくるんですか。触らんといて。ギリ見えへん。あ、出た。かわいい。これを持ってるんですよ。写真会が始まった。ちょっと逃げて、ジョーさん。持ってきてるんですか。なんでですか。動画もしかして。やば。ごちそうさまです。よかったな。なんで。あごしんじゃない、あごしんじゃないよ。困ってます。ボクチン崩壊。なんなん、キャラ、キャラ何、キャラ崩壊よ。え、これをもう、厄介オタって言って、いつ持ってるんですか。最近買って気に入ってるから。かわいい。あ、水族館ですか。うん、あ、違う、普通に水族館。山井のさんと言ってましたよね。怖い、それも知ってる。私は梅田のスカイビル2人で行ったんで。あ、そうなの、なんで。ヤバイエネームです。ヤバイエネームかい。ロケやん。こういうの好きなんですか。これすごいね。うん、アザラシと塩粉流すですって、皆さん。え、あのハグ、アザラシと白熊。ハグの日。もうハグの日を見ましたよ。見た。まだぶくんのバッカーで、うん、やってて、何が可愛いってそれをやろうって考えた。そうですよ、最近嬢さん、最近嬢さんオタになったよな。最近なの、2月ぐらいからですよ。あ、結構前からやな。出し始めたのが最近。あ、なるほど。最初思わなかったですか、私が好きですって。もう思わへんかった。でもみんなに意外って言われました。うん、意外。私を好きになることが意外って。うん、何ですか、こんなに素晴らしい人なのに。何でですか。え、あんま好きって言われなかった人。なんか多分性格が、うん、多分、うんうん、真面目っていうか、何やろ、しっかりしてる、なんか近寄りにくい感じがしてた。でも今は全然私は大丈夫やけど、最初は、うん。のすごいな。よかったら、それでその、うん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 、そんないい人ですか。ありがとうございます。怖い、清水怖いよ、怖いよ。顔見えてないあたりが怖い、余計。これやばい。え、これはやばい。かわいい、かわいい。犬飼ってますよね。え、これも私だと思ってかわいがってみてた。それはちょっと無理。あ、どうして、どうしてもらえた。かわいい。ごま、ごまちゃんでしょ。言ってくれた。名前ありますか。ないねん。ないんやって、つけてあげよう。シロちゃん、シロちゃん、犬クロちゃんですよね。おー、白と黒です。どこで買うんですか、こういうの。これはトイザラス。トイザラス。トイザラス、え、大阪にあるんですか。あるで、あるで、あるで。トイザラス行ったんですか。なんで行ったんですか。え、もう崩壊。面白い。え、白熊と、うん、アザラス。そう、え、これはクソかわいい。これやばい。怖いって言ってる。おい、厄介とはなんじゃボケ。おい、こボケ。おい、ボ、おい、おい、言葉遣いが汚い。これでもシロタンっていう、あー、のいる。あるんですか。うん、ある。カレンダーもある。え、一番大きいのですか、シロタン。あ、一番大きいの持ってるんですか。もう持ってる、シロタンも。使えたまね。え、かわいい。え、この二人でも喋るの意外。
私誰と喋ってても意外だった、うん、チヒーとも意外って言われる。チヒーとは全然意外じゃないけど。ここに、ね、あれアヤティンさんとの人。ああ確かに。リナちゃんとか喋る人が限定されてるから。うんうん、最近はでもみんなと喋る。うん、喋ります。へえ、人見知りなんですか。うん、へえ、今もしてますか、人見知りやってますか。え、めっちゃしてるやん。見てたら分からへんの。めっちゃ違うやん。えぇ、やば、私しないから。うん、リカティ全然しん。これはやばくないですか。これ持ってる。わかるわかる。持ってますか、ぬいぐるみ。持ってない。普通そうですよね。あんまり好きじゃない。ぬいぐるみ、うん、やばくない？見て、これを持ち歩いてんの。ね、これやばくない？やばいです。あ、好きなんだって。また来た、鳥に。やばいよね。すずとしおりんです。持ち歩いてんだって。やばくない？かわいい。かわいい。いや、そろそろ終わりますね。私のあなたたちおしめいるんでしょうかね。ランキング発表します。楽しい。1位カエルさん、2位星ジュニアさん、3位ピロッポさん、あ違う、モズさん、3位モズさん、4位がハリーさん、5位がピロッポさん、6位がデキさん、7位がチュチオさん、8位がアキラさん、9位が少年さん、10位がハヤト殺しさん、11位がヨックンさん、12位がメディさん、13位がジュニアさんです。覚えたかな。修羅場、修羅場でやってた。バイバーイ。バイバーイ。怖い、これ切ったらちょっと怖いな、リカティ。約3278人の皆さん見てくださってありがとうございました。15分経ったかな。いけてるかな。コメントとカウントとコンペイトとギフトありがとうございます。5分も経った？5分もなくなる。経ってるやんな。よし、ありがとう。握手会78部、1,2,3,4,5,7,8部待ってます。ありがとうございました。バイバーイ。